さあこれから日本の河合達夫が試合場に姿を見せます。対戦相手はスロバキアのロイナです。赤がスロバキアロイナ、日本の河合達夫の初戦です。河合が姿を見せました。90キロ級です。表情から見ていかがですか。そうですね、彼は結構無表情でですね、しかし内に秘めた闘志はすごいものを持ってますよ。そうですか、はい、現在は日体大の助手をしている河合達夫22歳、先だって23歳になっていますね。23歳の河合達夫の初戦です。この選手、この両選手はですね、昨年の世界選手権死闘を演じています。そうですか、はい、延長で河合がですね勝ってますね。はい、タックルに入りました。河合こらえる。河合スロバキアのですねロイナもですね東京の世界選手権で82キロでチャンピオンになっています。はい、このクラスは90キロ級です。ここまで笹山、和田、太田、3人はすでに勝ちました。ロイナも非常にもう古い選手ですけども、はい、一緒に合宿したこともありますね、僕らですね。あ、そうですか、はい、ですから日本のあの選手役員の方々も彼とは友達たくさんいますよね。あ、なるほどね、はい、そうしますとプレースタイルもよく分かってますね。そうですね、試合時間が5分です。一本強い河合達夫、河合は去年のアジア選手権では2位でした。世界選手権は5位に入りました。94年95年と日本の学生2冠を担ぎ上げる。まだ得点はありません。ロイナワンポイントを上げました。ロイナ後ろに回ってワンポイント、ここはしっかり守りたいですね。そうですね、はい、最低限のワンポイントに留めておきたい日本の河合。河合選手は身長が180センチあります。全国高校選抜大会を優勝して日体大へ入りました。82キロ級で活躍し、93年は JOC 杯、エスポアール選手権で優勝、世界エスポアール選手権にも出場しています。学生時代から注目を集めていた河合、日本の重量級のホープです。彼はもともと82キロの選手だったんですね、はい、で82キロ横山がいましたんで、90キロに上げてですね、去年いきなり世界選手権5位に入りました。あ、なるほど、はいはい、去年の第5位は自信になってるでしょうね。そうですね、ただ今ちょっと形勢不利ですね。押されています。さらにポイントを加えましたスロバキアロイナ、2対0。さすがに試合巧者らしくベテランのロイナは進め方がうまいですね。そうですね、そつなく攻めているスロバキアロイナ。これはあの足首を固めていくんですか。そうですね、決めながらアンクルホールドに移行すると思うんですけども、はい、2分40秒経過しています。彼は非常に練習熱心でして、もう1日3回4回練習するぐらいですね。あ、そうですか、はい、そして食事もですね、人の3倍4倍5倍食べるぐらいですね。あ、なるほど、そして体を鍛え上げましたね、はい、そうしますと、まあ、階級を上げて90キロに挑戦しているわけですが、まあ、体もめきめきこのところ大きくなってきたということなんですかね。そうですね、河合選手の一番のそのポイントと言いましょうかね、その一番いいところはどんな点ですか。そうですね、彼はあの低い構えから相手の足首に入ってですね、タックルとですね、横崩しが非常に強いですね、はい、あともちろんあのグラウンドのディフェンスも硬いですけども、
ただスタンド的にタックルに入られると弱いところなんですよね、はい、さあ後ろに回られた、さらにワンポイントを加えましたスロバキアのロイナー、3対0。どうもここまで、そうですね、相手のペースですね、相手のペースで自分のペースをつかめませんね、はい、後ろから攻めているロイナー、ロイナーもだいぶ相手のハワイのですねタックルをですね、警戒してですね、はい、うまいカウンターで、ま、バックに回りましたね、はい、足首を決めてアンクルホールドから相手の体を返してローリングを狙っているロイナー、耐えるか、こらえる、こらえる、うーんと帰りましたか、帰りました、ね、2ポイント、ロイナー2ポイントを加えた、6対0です。苦しい河合達夫、今度持ち上げた、ここまで笹山、和田、太田といずれも会心の勝利で駆け上がっているだけに河合にも期待がかかりますが、苦しい展開です。5対0です。残りわずかになりました。試合時間は5分です。厳しい攻めを見せてきますスロバキアのロイナ、5秒です。試合終了、ロイナ勝ちました。河合初戦で敗れまして敗者復活戦に回ることになりました。残念でしたね。そうですね、去年勝ってるだけにですね、完敗でしたね、はい、だいぶ研究されていましたね。なるほど、はい、ロイナの圧勝で河合は敗者復活戦です。まあ、敗れたからにはもう敗者復活戦でとにかく一つでもたくさん勝って、まあ、2つ負けますともう終わりになってしまいますからね。そうですね、勝ち上がってどう目指してもらいたい河合選手。うまく後ろに回りましたロイナ、ここも強引にロイナが裏返し、これもポイントになりました。このポイントは2ポイントでしたっけ。そうですね、2ポイントですね、はい、はい、